さて、今日のステージも…このネネロボを観客…ネネはもう、練習でも本番でも…聞いてくれて、ありがとう。私、そのせいかな。そうか、さて…なるほどなるほど、もう役目は終えたはずなのに…あ、びっくりした…盗み聞きの…しかし、大事にしてくれ…もうネネロボは役割を…でも、まだ必要とされている…どういう…提案があるんだ。僕にネネロボ…もしかして…改造…演出家として、君が望むように…それって…ロボと一緒…君がそう望むなら…そうした…そうか…じゃあ、どんなふ…一緒に…私が操作するだけじゃなく、うん、ではある人工知能を組み込んとなると顔にああ楽しそうだね。楽しいとも考えている。いろいろ試してみなければ。それ最終的にはそれはできてからのお楽しみ。変な機能つけたら変な機能などつけん